あ、おかえり。遅かったね。ご飯できてるよ。今日はあなたの好きなチーズハンバーグ。あ、どうしたの元気ないね。そっか。今日も部長に怒られちゃったのか。大変だったね。とりあえず座ろう。話聞くからさ。お茶入れるね。 そんなことがあったんだそんだそな理不尽な理由で怒られてたら自然とストレスたまっちゃうよねしかも毎日なんて私あなたの心が心配心って一回壊れたら元には戻らないからさそうなる前に何とかしてあげたいのだからさ そのストレス、トレ私で発散してもいいんだよ私はいつでも準備できてるからそれであなたが楽になれるなら私はそれでもいいの別にいいってねえ気を使わないでよもう私たち付き合って3年でしょ同棲もしてるんだし遠慮しないで もしかしてこの前私に暴力振るっちゃったことまだ引きずってるの確かにびっくりしたし痛かったけどそれでも私は大丈夫って言ったじゃんそんなことで私あなたのこと嫌いになったりしないよそれであなたの気が晴れるなら喜んで犠牲になる私ね すごく嬉しかったの。普段クールでそっけないあなたが感情を爆発させて私に暴言を吐いて力任せに痛めつけてくれてもう付き合って長いしさもしかしたら私のこと飽きちゃったのかなって思ってた私なんて必要ないんじゃないかなってでもね あの日はあなたが私を必要としてくれてるのがすごく伝わったそれにね殴った後にハッとした顔で「ごめんねこんなことしたくなかった大好きなのに」って言ってくれたのすごくゾクゾクした今までのどんな愛情表現よりも興奮しちゃったの私だけなんでしょ 私以外にそんな一面見せてないんでしょ <laughs> すごく嬉しいねえ見てこの技この前あなたが殴ってくれたあざが消えかけてたから上から何度も殴って消えないようにしたのこの技を見るたびに思い出すんだ私あなたの所有物なんだって必要な存在なんだなってだからさ 今日も気にせず好きなだけ殴って首も絞めてあなたに必要とされてるって感じたいのほら準備はできてるよライターに首輪にムチにカッターどれ使ってもいいよあなたのストレスを受け止めてあげられるのは私しかいないもの痛みの大きさが愛の大きさなのねえ 私を使って。早く楽になって。何そのビンタ？弱い！遠慮しないでって言ったじゃんねえ。そんなんでストレス発散にならないでしょ。もっと強く殴ってよ。もっと冷たい目で探すんで汚い言葉で罵って私をゴミみたいに扱ってよ。ねっ

お疲れ様ストレス発散できたよかったねえ最後に大好きって言って抱きしめてありがとう幸せ私を抱きしめる腕が。 傷痕に触れてズキズキ痛むのが最高 <laughs> 私さんあなたの役に立ててるよね